緊張の面持ち。市川海老蔵。海老の蔵出しチャンネル。海老蔵コレクション。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが、ご自身のブログを更新。麗華ちゃんと勸玄君が、人生初の結婚式に、参加する様子を綴りました。この日、海老蔵さんは、始まる前の緊張の面持ち、というタイトルで、ブログを更新、正装を着込み、ヘアセットも整えて、緊張した様子の勸玄君の、様子を公開しました。その後、ブーケ、というタイトルで、ブログを更新、ブーケもらってしまった。らしい、ブーケもらうと、確か、父困るよ、と困った様子を公開。最後に、おはようございます。昨晩は結婚式幸せでした。大谷博松くんの結婚式でした。子供たちも人生初の結婚式に参加して、とてもとても楽しそうでした。最後までしっかり、楽しく二人も過ごしていて、ほっとしてますと綴り、ブログを締めくくりました。この投稿に、ファンからは、カンカンかっこいい、麗華ちゃんかわいい、恋人同士のような二人ですね。パパとしては複雑な気持ちですよね。美しいブーケ麗華ちゃん、さぞかし嬉しかったことでしょう、などのコメントが寄せられました。困るよ、市川海老蔵。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。